フォームとしてはかなり測定エルボー綺麗な方でしたよ今日は。綺麗な方って言ったら失礼かもしれない。あれ？レフェリーが入っちゃった。惜しい。これはいいよ。しまいました。フォールしてどうするんですか一体。退場ですかこれひょっとして。フォールされたんで。なに。手あげちゃう吉田麻里子も吉田麻里子でした。一応村山さん大丈夫ですかっていうところがさすがです。村山レフェリー負けたんだから出られないもんね。今のはおかしかった本当に。レフェリーもレフェリーいいな。人気出ちゃうかもしれないですね。そうです。惜しい。でまたちゃんと試合戻るわけですね。吉田があの表情一つ変えるとぼけた顔でやるからこれがいいんですよね。またね。ちょっとね変わった落とし方ですね。え、行くか。あ、あれ？いなくなっちゃった。あ、そう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 。吉田がうまかったのよ。これが。逃げろ井上京。よし。あ、追っかけてますね。どこまで逃げたの。あれ、あれ見えないじゃない。あれ階段を、あ、客席の中をずっと。これは鬼ごっこですか。だってどこまでも追っかけてくる。あー、よし。あそこで背面アタックやるんですよ。一応技も出ちゃうからね。あの仕切りのところに乗っかって背面アタックやったんですね。どこまでも追っかけてくるから吉田も。しかしあの仕切りから背面アタックやった人たち初めてじゃないですかね。この辺で。でも運動場にしたんだからいいんじゃないですかこの辺は。さすがにあれ誰も写真撮ってないらしいですよ。あんなところで技出すと思わないから。あれどこでも練習できちゃうんですよ。ああの、ね、工事現場のやつ黄色いのとか置いてるじゃないですか。あれとかにね乗っかったりしてねいつも練習してるんです。で時々ねあれ倒れちゃった時が。工事現場の、うん、まあ皆さんも多分あちこち飛び乗ってる井上京子の姿を見るんじゃないかなとどっかで思いますけど。思いっきり落ちた時あって、まあ、気をつけてください。なんかかと思えばこういうシングルマッチ が何度も始まっては終わりって感じがする、マルちゃんのドロップキックは下からね、突き上げる、下から突き上げる感じですね。突き上げるんですよね、だからやっぱり足が短い人のドロップキックって感じじゃないですか。やばい、そこに行きますか。うん、なんかとってもだからサポーターしない方がいいと思う、あの選手は。うん、両膝にサポーターつけたらさらに足が短く見えるような、うん、ああ、ね、左に立つみたいなもんですね。そうですね。もう足短いですからね。だから短い姿勢されてますよね。ああ、なるほど。そう、三角跳び。ああ、これはもう本当に吉田選手が相手ながらも、うん、自信を持ってる攻撃ね。あれまた外に行ったり中に行ったりするのがあるんですよね、うん、あれでキックとかもあるんですよ。あ、あのミサイルキック、うん、そうそうそう。まだちょっとそれは未完成みたいですけど、うん、ミサイルキック、はい、そうそうそう、ありますあります。え、外に、あ、うん、あ、中に、はい、あ、3つあるんですよ。それにボディアタックもあれば、ボディアタックの外と中とミサイルキックと、まあ中へのミサイルキックと。なるほど、なるほど。まあ、外へのミサイルキックはちょっと厳しいと思うんですけど。いや、あの怪我しますよ。あの吉田あのじゃなくて、あの京子選手がね、はい、いつも履いてるシューズ、はい、もう短い方ですよね、はい、これは特別な理由っていうのは、あ、ふくらはぎが締め付けられちゃうと。返せ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 、よし。締め付けられちゃうと、うん、長いのはダメなんだ、やっぱり。これもダメなんですよ。あ、返せ返せ、よっしゃ。吉田の顔がいいですよね。おーという声、あの顔がいいですよね。あれは忘れないでほしいな、いつも。いいですよ、あれを見たら応援するには売れない。 DDT、 いい形ですよ、あれは。これが、よし。あ、結構危ない。どけ、やめて、もうやめて。これ食らってたらまずかったですよね、
ちょっとは焦って出しすぎたなって感じね。でこれ食らってたらちょっと危なかった。この前の DDT が結構効いたんですよ。ああなるほど、いくよ、お願いします。うん、でももう飛ぶ飛距離は体で覚えてるって感じですか、うん、そうですね。相手をここでボディスラムで落としておいて、はいはいはい、あとは飛び、もう見ないでも飛ぶって感じ。はい、あ、マリちゃんも悩まれば、カイ、カイさん何やってんだ。おお、おお、たまた危ない、うん、回転技は要注意ですね。そうですね。おお、あ、これはすごいわ、すごい、これはもう読んでますよ。読んでた。これは読んでる。もう大体読みますもん、マリちゃん次何来るかって。もろ直撃しましたもんね。でも飛んでる時ドロップキック食らうと筋肉食らっちゃうって感じでしょ。あ、トヨタも何見たのかしますね。返せよ返せよ。うん、でも同じトヨタマナミ的なあの回転エビでもね、うまさというよりは今の熱血回転エビ型みたいな。もう絶対丸め込んでやるみたいな。うん、だってうまさじゃないでしょ今のは。そんで自分もコロコロ丸め込まれやすいんですよね、うん、だから反射神経がいいのがかえってね。いやいや、そう、あー、デンジャラス、これは危なかったですね。すごく返せ。うん、結構危なかったですよ今のって。あと頭も重いから投げ切れなかったですね。なんか万歳。これもう読めたのよ、ごめんなさいね、まりちゃん。これは膝を謝ってどうするの。試合中はね、この野郎と思ってるけど今見るとデンジャラスだなと思って。そうね、飛んでくる人にね、膝立ててたらね、結構意地は悪いですよね。はっきり言ってね。またここで吉田コールがかかっちゃうというのはね、あの吉田麻里子は割と応援しやすいタイプなんですよね。応援したくなると。応援したくなる、そう、うん。笑った時の顔もあるけど、泣いた時の顔もあるし。返されない。甘いな、私。まだ早いからです、あの。なんでこんなところジャンボ出したんだろう、私。深くだな。深く？結構こう。やだな。まあ、一応背中向いてたってことで、相手が。今ヘッドシザースこそ来そうになったけど、やっぱり足が短かった。いいなそれ。絶対そうでしょ。普通ヘッドシザースかなんか来るでしょ、あれ足が伸びてないもん。これとりあえずあの前のなだれ式のやつがすごい効いてて、効いてて、まあ、とりあえず自分どうにか、あ、ヘッドロックしながら少し回復を待つ、あ、なるほどね。ちょっと考えてたんですよ、あ、これまずいなと思って動けないよと。後から来ますか、そういうのも。もうやった時にそれ落とされた時にガーンって来たんですけど、ガーンって来て、あ、しばらく大引くっていうか、しばらくもう、はい、DDT も結構効いたんですけど、あの DDT すごかったもんね。すごかったですね、はい、ああいう技を食らうと体重があると逆にダメージ大きいんでしょうね。好きかもしれない。本当の本当の本当は今何キロなんですか。本当は73キロぐらいだと思うんですけど。本当に73キロ、うん、あ、もっと太く見えます。80キロぐらいあるからあ、でも食べないときは71ぐらいなんですけど、あ、はい、ご飯食べちゃうと74ぐらいいっちゃう、うん、だから食べると3キロぐらい。これマルちゃんも肩相当痛いんじゃない。うん、よいしょ、これは当たり勝ちって感じね。あ、これはでもお得意じゃない。カンパーナーですね。疲れてるな私も。もうちょっと疲れてなかったらもっと引っ張り